体のどこにも無理な力が入らず安定している姿勢のことを自然体と言います。剣道では常に自在に動かなければなりませんが、正しい自然体は相手の動きに自由自在に対処できます。肩の力を抜き、お腹に力を入れ、腹式呼吸を意識しましょう。この姿勢が正しい構えの基本になります。自然体の作り方は、肩が凝った時に自然に動かすように肩を回します。この運動により肩の力が抜け、肩甲骨が柔軟に動くようになります。体の中心で自然に手を合わせます。そのまま右手を前、左手を後ろにずらすと剣道の構えとなります。肩の力が抜ければお腹に力が入り、正しい姿勢で立つことができます。自然体で竹刀が触れるようにするには、自然体から幅跳びの時勢いをつけるように前後に腕を振ります。手を頭の上に持っていき、胸の高さに下ろします。これが竹刀の振り上げ振り下ろしの基本の動きです。この時肩の力が抜けていれば肩甲骨の動きを意識することができます。